皆さん、こんにちは。しおりちゃんのしほです。はい、というわけで、今回ですね、先週土日にお買い物に行ってきたので、その時に買ってきたものを紹介していきたいと思います。はい、ということでですね、褒め立てのニベア缶と、さくらんぼっていうね、雑貨屋さんで買ったものと、土かかっていうね、ファッションのところに行ってきたので紹介していきたいと思います。はい、というわけでね、はい、まず一番メインのこの、ね、ニベア缶を紹介していきたいと思います。見てください、この手がさ、私の顔より小さいけど、私の顔より大きいんだ。すごいよね。すげえ。なんか毎年なんかデザインがいろいろ変わるって言ってたね。そうなんですよ、ニベアってね、だから知ってる人もいるのかな。そう、冬はね変わるんですよ。ここのね、冬ってね、なんか雪みたいな感じじゃないですか、これが毎年違うんです、わかります。今年はこの3人がこうやってベッド寝てて雪が降ってるっていうやつなんですけど、ちょっと裏見せて。ちょっとボコってなってるのはリミちゃんが落としました。これここここリミちゃんが落としました。妹です。でもちゃんと落としたものを買いました。はい、はい、じゃあね、テープを剥がしていきたいと思います。オッケー、じゃあ開けていきます。いくよ。熱いにする。いきます。おー、かわいい。なんて思って、ついてないと思ってた。クマちゃんがついてる。あ、ついてないと思ってたの。やっぱ嬉しい。見てください。すごい、ニベア持ったクマがいる。かわいい。すごくないですかね、かわいい。こちらとこちらとこちらとこちらが入っておりました。でね、あ、缶はね、こんな感じで収納とかにも使いたいと思います。で、中身をね、これから紹介していきます。まずミニのね、缶とチューブ型のニベア、これはね、もうこれはもう普通のですね、このデザインも冬とかじゃなくて普通の普通のです。次にね、ボディーミルクと、あの今 CM やってる洗顔料、ほら私はとろーりミルク派とかやってるじゃん。やってるよね、そのやつです。はい、ちょっとね、ちょっと見えるように並べてきますね。ニベア好きだね。あー、かわいい。かわいいね。ね、しほちゃん、うちの動画をよく見てくれてる人は、しほちゃんがニベア好きっていうのはね、多分知ってるかと思うんですけどね。何それ、何が入ってんの、なんかかわいい。まずです、リップですよ。あー、リップね。そこの色違い版持ってて、よかったです。2個になりました。並べて、あー、かわいい、かわいい。あ、じゃあこれ何？すげー、メモ帳がミニサイズのニベアのメモ帳です。すごい、丸になってんの？丸とクマ？そう、丸とニベア持ってるクマちゃんがいるんですよ。かわいい。で、これ別々になってるんで、あ、かわいいね。幸せ。あと見てください。何これ？ニベアのトートバッグ。かわいい。ちょっと開けてみようか。どんな感じ？開けてみます。やだー、かわいい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 。いや、見て、見てください、見てください。ちぎりました。あれ、これで1500円ぐらいだった。1800円です。1800円か。あ、かわいいね。あ、かわいい、かわいい、見て。かわいい、これは。めっちゃかわいい。ちっちゃい。へー。お弁当入る。ね、お弁当袋みたい。かわいい、これはかわいい。かわいいです。うん、あ、見て。こっちがいいかな。こっちがいいかな。どっちでもいいけど。はい。あ、立たなくなっちゃった。置いておきます。最後にね、このね、ニベアを持ったクマ、ニベアを持ったクマちゃんですよ。待って。ニビが見たら。こんな感じ。今のコロンと同じだね。目が見えない。見てください。すごい。ニビア持ってるクマちゃん。かわいいっすね。かわいいっすね。
かわいい。普段この袋に全部入るんじゃない？入るかな。ね、CM もう一回見たい。まあ時期出てくるんじゃない？テレビ見てたら。こういう福袋があったら買うこと絶対。入りました全部。すげえ。かわいいね。かわいい。こんな感じでーす。かわいいね。かわいい。やばい、もう本当ニベア好きの人は今すぐ薬局行ってください。缶もね、何かしら入れられるもんね、これね。缶は飾るんです。飾るんです。飾る。今度さ、壁のさ、金槌。壁のこういう棚を作って、これニベアをこう飾りたい。歩いていい。こうやってこう、うん、壁にね、こう飾るって。飾るのね。そう。はーい。いいでしょ。はい、じゃあ次。次。はい、というわけで、ね、次にね、雑貨屋さん、さくらんぼっていう雑貨屋さんに行ってきたんで、買ったものを紹介します。まあ、一つだけなんですけど、じゃん、見てください、こちら。お財布ね。お財布ですよ。可愛くないですか。大きいお財布しかなくて。そう、長財布があるあったんです。うん。今のお財布が欲しかったんだよね。そうなんです。今使ってんのもパスモなんですよ。パスモケースとあのチャックのちっちゃい部分をめっちゃ、うんうんうん、カードとかもめっちゃギリギリなんですけど。うん、でもそれパスモも裏入るよね。パスモも入るんですよ。よくないですか。だからね、パスモ入って。うん、カード入って、うん、小銭も入る。ほらね、ちょっと大人っぽいコンバースのやつと迷ったんだけどね。そう、コンバース大人っぽい感じにしたみたいです。めっちゃ可愛いです。これ本当超顔わかるね、コンプレックス。こちら可愛い。次はラスト、土かかっていうね、なんかイオンにある、うん、ブワーってしたファッションのお店に行ってきて、そこでね、バンダナを買ってきたわけですよ。ヘアバンド、うん、ここにこうつけ、うん、一時期塩たちつけてたんですけど、あの赤でこっちが青のやつ、あ、リミです。リミが青え、オレンジでしょ、しーちゃん。しほがオレンジ。 赤でしょ。赤あったっけ。でもオレンジの方がなんか強烈だった。オレンジの方が強烈だった。オレンジ赤系と青、うん、青系、うん、青系。青緑系。緑じゃん。紫だ。あ、そう、青と紫、うん、青と紫系だね。今回ショウが買ってきたのはこちらです。わ、冬っぽい。わ、冬だね。ちょっとつけてみる。あったかそう。リミはね、帽子をかぶっちゃうんだよね。あの、いつもしょっちゅう最近かぶってる水色の。そうなんです。だからね、しほちゃんしか今回買いませんでした。いや、あ、綺麗そう。あ、かわいい、かわいい。あったかそう。どうですかね、うん、前髪が変ですよ。ん、どうですか、可愛くないですか、ね、いいよ、前見ていいよ。めっちゃ可愛いよね。どう見て。うん、可愛い。ほんと可愛すぎて困るくらい可愛いです。あ、ニベア。ほんと中学校の学校じゃねえわ。動画の締め方忘れた。久しぶりすぎて、うん、どうしよう。それではまた見てて、バイバイしかわかんない。あと、それでは、バイバーイ。でもこれ消えすぎるよね。いいんじゃない。じゃあ今日、今回はって。今回はですね、お買い物してきたものを紹介してみました。それでは、バイバーイ。はは、無理。無理？無理。大丈夫？もう。ショーの最近のね、流行りの言葉、無理か。無理です。ママも無理です。正直無理しか言ってない。あ、無理無理無理、何この算数、何これ、無理とか、すっごい学校で無理って言ってる。あのね、1週間休んでたからね、もうやることが溜まっててね、学校で授業が分かんなくて。そう、授業も分かんないし、え、無理これ、あ、これ無理、教えてってなる。ね、課題もいっぱいあってね、大変だね。まあ頑張ってください。今日友達に惹かれた。え、しほちゃん、ひっこり、え、しほちゃんがって言われた。あ、できない子だと思って、居残りだと思った、ね、思ったんだよ、しほがね。
居残りとかしないタイプだと思ってたね。しーちゃんは居残り、それはでもテストだからでしょ。テスト受けてなかったからでしょ。そうだよ。が別にできないから居残り。そうだよ。はい、じゃあね、バイバイ。さあ、カレー食べよう。グミ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 ペア。サンジーラおやつが甘い。